はい、皆さんこんにちは、ペサでございます。ワールドスタジアム4、続きやってまいりましょう。阪神横浜、今日は12回戦、ラミレズさんと、エース川村さんですね。ベイスターズは、スターティングメンバーこのままいきましょうか。あ、キャッチャーだけね、宮野さん上がってきたから変えまして、打順ね、坪井さんちょっと2番にしようか。まあ、右バッターが今日は多いんでね、ワンクッション2番にちょっと左入れてっていう感じで、まあ、坪井さんもねだいぶ調子下げてるんですけどね。では参りましょう。阪神横浜12回戦、これが終わると、ビジターシリーズに入ります。先発ピッチャーラミレズさんです。トップバッター石井拓郎さん、ちょいと調子下降気味かな。2球目カーブ、これは見送りました。3球目落ちる球、そして4球目詰まらせました。セカンドゴロ、ワンアウト。春さん初球打ち、これは助かった、センターへのフライ、新庄さん取りました、2アウト。鈴木貴則さん3連戦絶好調、いい当たり、これは抜けるセンターの右寄り、抜けてきました。鈴木貴則さんツーベースヒット。4番のローズさん、ローズさん今日も絶好調です。速球流しましたけど、これはファール、助かった。最後は見逃し。初回ベイスターズは鈴木貴則さん得点圏に出ましたけども無得点。ベイスターズ川村さんの先発です。新庄さん初球打ち、ライトへフラフラと打ち上がった打球はそのまま入りました。17号、先頭打者ホームラン、今日は初球打ち、まずはタイガース先制しました。そして2番に今日は坪井さんです。うまく合わせた、センターの前へ落としました、ヒット。文心君登場、初球はスライダーですね、空振り、右中間へ、おつけた打球、おお、文心君出ました、67号ツーラン。2点追加、3対0。4番のバトルさん絶好調になりました。バトルさん引っ張って、これもいった、42号ソロ。川村さん初回3被弾、4点目。タラちゃん、うん、これはちょっとタイミング合いませんでした。タラちゃんは1、2塁間のあたり、ここはセックファーストゴロになりました。3連発ならず。大砲さん、あ、大砲さんは差し込まれました、初球打ち、左中間レフトへのフライ、ツーアウト。今岡さん、
詰まりましたね。セカンドゴロ差し込まれました。タイガースは初回3本のホームランでまず4点の先制となりました。2回の表ベイサーズ駒田さん初球打ちレフトへ流した、これはレフトフライ。今日は風がフォローですね。現在のところ、今はホームからライトへ吹いております。詰まりました。ショートゴロ、ここは逮捕さん取れませんでした。最後はプチ魔球、見逃し三振。2回の表ベイスターズは三者凡退となりました。タイガースはスタメン復帰の矢野さん。2球目、これはバトン先端気味になりました。ファーストゴロ、ワンアウト。入間抜けました、センター前ヒット、ワンアウト一塁。そして第1打席ライトへのホームラン、新庄さん。速球2球とも空振りしました。ここは引っ掛けてしまった。643ダブルプレー。2回の裏のタイガースは、ラミレスさんヒットで出ましたけどね、新庄さんダブルプレーに倒れました。無得点。谷繁さんもちょっと下降戦か。見逃しズバッと決まった。ちょっとねスライドさせてるんですけどね。上げました、ファーストフライ、逮捕さん掴みました。ツーアウト。1番ショート石井でライトライナーですね、タラちゃん取りました。3アウト。3回の表ベイスターズまたもや三者凡退となりました。タイガースは2番の坪井さんからです。第1打席はセンターへのヒット。払いましたけど、ここはショートゴロ。文心君第1打席はバックスクリーン右手へのホームラン、ライトへ流す、悠々超えてきました。打った文心君セカンドへツーベースヒット、ワンアウト二塁。バトルさん、うまくレフトへね引っ張ったホームランでした。第1打席今度はセンター、これはセンターオーバーになる。ブシクホームイン、5点目が入ります。バトルさんツーベースで、タラちゃん、タラちゃんごめんなさい、外への球手を出してしまいました。初球打ち右中間はセンターフライ。大砲さん、これはいい当たりだ、センターへ優超えてきました。2点目が入ります。この回6対0。今岡さん、うまく合わせました。ライト前ヒット、ツーアウトながら一塁三塁。ライト前ヒットタイムリー、7点目。これどうだ、
ローズさんダイビングキャッチ、ライト前には落ちませんでした。3回の裏タイガースは3点追加しました。7対0となっております。ベイサーズは2番のハルさんから。セカンドゴロ、鈴木貴則さんは第1打席ツーベースヒットでしたね。流した当たり、これは大きく切れていきます。ファール。引っかかんない。空振り三振、4つ目の三振奪いました。ツーアウト。ローズさんは第1打席三振でした。おっつけてライン際際どい、切れました。ファール。ピッチャーゴロー、バックタイミングを外させました。3アウト。4回の表ベイスターズ2番からの高田純、三者凡退。タイガースは再びトップの新庄さん、3打席目です。ホームランの後はショート併殺打でした。新庄さん、この打席はランナーがいない状態での打席、初球はファール、詰まった当たりでした。あ、ここもちょっと詰まったかな。ライン際、中根さん取りました。ワンアウト。坪井さん流したレフトへのヒット、ワンアウト一塁。文心くん、ライトへ大きな当たり、伸びる。あ、切れずに入ったが、今日2本目、68号ツーラン。際どいところでしたけども切れずに入りました。2点追加、9対0。ここでピッチャー交代、河村さん4回途中9失点でノックアウト。ピッチャー福森さんに変わります。バトルさん、ピッチャー返し、大きくファーストガンに弾きました。タラちゃん痛烈右中間、タラちゃんツーベースヒット。大砲さん、打球の行方にはくれぐれもご注意ください。あ、ここは引っ掛けた感じになりました。ショートゴロ、3アウト。4回裏タイガースは、文心くんの今日2本目のホームランはツーランホームラン、2点追加、9対0で川村さんをノックアウトしております。レフトへ流す、坪井さん取った、ライン際抜かさせませんでした。センターへ大きな打球、これはセンターオーバー。進藤さんツーベースヒット。中根さん一発があります。ショートじゃなくてセカンドへのフライですね。谷繁さんは再センターへのライナー性のフライとなりました。5回の裏ベイスターズはランナー1人出しましたけど、三者凡退ではなかった、無得点。今笠舞センターの前、ワンバウンドヒット、ノーアウト1塁。矢野さんも抜いていった。一塁三塁、
これはファーストライナーもあった、危なかった。ファーストフライになります。トップに帰ります。新庄さん、あー、ここはホームアウト、エンドランかけるべきでした。2番坪井さん、引っ張り込みました。ライトへのヒット、10点目。文心くん今日は2ホーマー。初球は真ん中の球、あー打ち損じた、センターへのフライ、スリーアウト。5回の裏タイガースは1点追加、10対0。ここで福森さんは代打を送られます。代打佐伯さん、初球打ちライトへの鋭い当たり、しかしここはタラちゃん追いつきます。ライトライナーワンアウト。あー届かない。石井さんセンターへのヒット、ワンアウト一塁。ちょっとそろそろ6回、6-4-3ダブルプレー。さあどうするラミレズさん、続けるかどうかですね。まだ3安打。さあここからは横山さんですね。森中さんをすっ飛ばして、ピッチャー横山、痛烈中間真っ二つ、ワンマンのディフェンスへ。ノーアウト二塁、そしてタラちゃん、さあどうだタラちゃん、ライトへの大きな当たりは出ました。ついに大台20号ツーラン。で追加します。12対2、大鵬さん、レフトへ流す痛烈な当たりは切れます、ファール。ちょっとバトン先端、しかしここは右中間へうまく持っていきました。大鵬さんツーベースヒット、ノーアウト二塁。今岡さんコツンと当てて詰まったのが幸い、センター前ヒット。矢野さん、矢野さんも今日は2安打。あーホームアウト。さあ代打いきましょう。ちょっと余力あるけどね、檜山さん参りましょう。初球は外への速い球、ボール、センターへ打ち上げた。三塁ランナータッチアップ、投げれません。13点目。トップバットトップに帰ります。新庄さん、
引っ張った打球、今日2本目、18号はツーランホームラン。15点目が入ります。そして坪井さんは今日3安打猛打賞。これは上がりすぎました。ライトフライ、スリーアウト。6回裏タイガースは変わった横山さんから5点追加しました。15対0。リリーフは、伊藤初乃さんが登板します。セカンドゴロ、引っ掛けたあたり、ワンアウト。ローズさん、これも引っ掛けました。ショートゴロでしたけど送球がホームへ行ってしまった。またカーソルが下入ってる。最後魔球は見逃しましたじゃない、カットしました。今度は見逃した。ツーアウト。6番サード、初球打ち、セカンドゴロ、スリーアウト。ベイスターズラッキーセブン、ランナー1人出しましたけどここも無得点。ピッチャーは森中さんですね。今日は絶不調。武神君捉えられるか。うまくライトへ流しました。ライトオーバー。武神君セカンドも回っております。スリーベースヒット。バトルさん右打ち、これは切れます。これも右打ち。ホームもね、多分間に合ってたかもしれない。でもここはランナーために走ります、タイガース。さあ、そしてタラちゃん、今日は20号を放っております。初球はボール。1、2間抜いていきました。ライト前ヒット、16点目。大鵬さん、インサイドへの速い球を投げてきました。ボール。高め送球、これは余裕のセーフ、フィルダースチョイス。17点目。今岡さん、かけた、戻ります。さ、キャッチャーの矢野さんです。ここはゴロゴーになります。18点目。伊藤敦さん、ライトへのヒット、19点目。そしてトップに帰ります。新庄さん、今日はヒットがいずれもホームラン。さあ、フラフラになった森中さん、タイミングはね、ライトへ打ち上げましたね。ライトフライ、ランナータッチアップ、投げれません。20点目が入ります。坪井さん、サードライナー打球が上がりませんでした。ラッキーセブンタイガースはもう5点追加、20対0としております。7番ライト、中根、
中田さんライト前ヒット、ノーアウト一塁。8番キャッチャー、うん、回るんですよねピッチャーまで。打ち上げたセンターへ、ファースト戻ります。ワンアウトで代打メロニさんかな。ああそうですね、4-6-3ダブルプレー。8回の表ベイスターズはまたランナー出すんですけど、ここも得点につながらない。8回の裏からはベタンコートさん、文心くん、1・2塁間のあたりファーストはセーフ、内野安打、文心くんサイクル達成。ライト打ち、これはファール。落ちる球、右打ち、これもファールになります。ああ、最後は引っ掛けたファーストゴロ、手を出してしまいました。カットできません。タラちゃん引っ張る、これはファール。1・2塁間ライト前ヒット、21点目。大穂さんレフトへの大きな当たり、伸びるぞ、大穂さんにも出ました、35号ツーラン。23対0。今岡さんは今日は4安打、ここも狙いたい。引っ張れる球、あはは、センター打ち上げた。今岡さんは引き込めませんでした、センターフライ。ちょっと矢野さんも狙ってみます、どうせなら。矢野さんはバトンセンター、セカンドゴロに倒れました。タイガースはこの回大砲さんのホームラン等で3点追加しました。23対0のまま伊藤敦成さん9回表の登板。ピッチャーゴロ、まずは石井拓郎さんを打ち取りました。春さん今日は不調も相まってノーヒット。打ち上げます、どっちか取る、坪井さんが行った、ツーアウト。3番鈴木孝則さん、鈴木詰まりました、セカンドゴロ、ゲームセット。この回は伊藤敦さんきっちり3人で終了させました。23対0、今日はホームラン何本、6本か。ご覧のように本日の試合は阪神タイガースの勝利となりました。ビジターに旅立つ前の、ね、タイガース見事な快勝でした、勝ち投手ラミレズさん、あ7本だごめんなさい、タラちゃんもおったからねタラちゃん感情に入れてなかった、で負け投手川村さん、伊藤敦則さん3回、まあ、ヒット打たれながらもね、きっちりゼロに抑えました。セーブがついております。ホームランは新庄さん17号18号、文心くん67号68号で、バトルさん42号、タラちゃん20号、大砲さん35号と、7本の花火が上がりました。他球場カープ競り勝ちました、黒田さんですね、勝ちが続いております。マッキーにリリーフェースをマッキーがね打たれたということですね。でもう一つの試合はマサさんが勝った、で負け投手高木さんで、アレダマバンチさんにセーブ。これで45試合目終了。
はい、ということでこれはね、なんていうかなるようになったサイクルヒットですけどね、本当最後も内野安打でしたからね、たまたまですね。ラミレスさんも見事10勝目になりました。カムラさん4敗目、伊藤敦さん7セーブ目です。で、ベイスターズは3発5安打ね。でタイガース側は、先発全員安打、文心くんが5安打、バトルさん、タラちゃんが4安打、あ、今岡さんも4安打だ。で新庄さんは2安打がいずれもホームランで、坪井さんも、見事な、ね、猛打賞、大砲さんも3安打のうち1本ホームランと、矢野さんもまあ2安打やったからね、全然 OK ですよね。4割打者やから6打数2安打やったら、3割3分3厘やから打率下がるんやけどねはい、ということで、今日は次はビジター戦ね、旅立つ前でしたけどね、文心くんのサイクル安打が達成ということで、終わりましたんでね、3連戦終わりましたんで戦績ですね、今日はもう30分超えちゃったからさらっと言いながらいつもね終わんないんですけどね。はい、戦績順位表、2位はジャイアンツ、お貯金13ですね。連敗したのかな、カープがね、そうですね、で上がってきて3位タイになってます。スワローズが最下位でね、で、対戦成績ね、次からカープはまた2連戦でしたね。なんか予定表見てるとベイスターズと差が開くばかり、そうか、スワローズとも2連戦がないのか。まあまあ楽しみですよね、次回からみんな大好き市民球場なんでね、打率が4割9分、ホームランが200飛んで2、盗塁190、得点778の失点63、1.40、ちょっと下げた、ちょっと悪くなったのかな。はい、打者トップ10、タラちゃんが乗ってきましたね、うん、4割9分3厘と、今岡さんから以上が全員4割で、10位が、鈴木孝則さん、今日はノーヒットやったんかな、1本だけヒット打ったんかな、まあ、打率下げてますよね、4割7分3厘のスタートやった、あ、4割じゃない、3割7分3厘のスタートだったはずだからね。はい、ホームラン、タラちゃんが1本打って、今日は新庄さん2本打ってね、松井さんを追い抜きました。で打点、盗塁矢野さんなんですよね、坪井さんがちょっとお休みとか結構あるんで、単独スチールがねこのゲームやりにくいからどうしてもこうなっちゃうんよね。なんなんやろね、あのタイミング悪いやつね、どう見ても足遅いやんっていうやつがあるんですけどね。まだ分身閉鎖そうか、あー、稲葉さんと立浪さんと3人並んだ状態。はい、ピッチャー、川地さんを除く、先発は3人衆ですね。川地さんと福原さんがどうしても1試合ずつ1、2試合少ないと、次はね川地さんの登板になると思います、8勝目を狙ってね。まだここで今44試合目からもう3分の1終わった時点で10勝、やっぱ30勝まあまあこのペースでいけば狙えるよと。でハンセルさんが16セーブ目、まあ3分の1やから、まあこれでいけば、ペース的には54セーブという状態で、まあそこまではいかんやろね。セーブポイント、伊藤敦成さんもなんやかんや言ってね、取っとるからね、抑えてるからね、ね、21奪三振になってますからね、奪三振を争い先発3人衆すごいね、ひしめき合ってますね。星野さんがかろうじて58でリード、完投数はもう、あ、ミンチーさんも5完投してきた、試合数、投球回はミンチーさんと星野さんとの差が2回3分の1、失点はまだ1しかしてない星野さんね、よう抑えるわ本当に。まあ後半結構ね最近変えてるっていうのも多いんですけどね、球数がどうしても三振取ってると多くなるっていうね、まあそんな感じですよね。ロッテのね、この前やってた佐々木投手とね
で、タイガースの才木投手の投げ合いでね、才木さんはあっち、ロッテ打線がね、結構早めからね、狙ってきてたんで、早打ち紙だって、省エネ、まあ、結果でも省エネピッチングでしたけどね、佐々木朗希さんの方はね、タイガースが結構、まあ、低め捨ててたっていうのもあってね、6回か、6回で100球いっちゃったのかな、で、交代になりましたよね。さあ日程ね、次回からはカープとの2連戦、ジャイアンツとの3連戦で、ドラゴンズとの3連戦、大好きな市民球場と東京ドーム、そして名古屋ドームとね、ビジターが多分続いていくんだと思っております。では、ご視聴ありがとうございました。また次回です。さよなら。